お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転マジエチャゴブドリやっていきたいと思います。今ね、ゴブドリいろんな形があるんですけど、今使うならこのマジエチャトルネ型かなというわけでやっていきます。まあ、この方だと流行りのねゴレクローンであったり、あとはラバルとかこうエレジアイとか結構環境デッキにやっぱ戦える。で回転早いので、まあ、マジックアチャー5でやられても2周目回して、であとはゴブドリを飛ばしたらゴブドリに対して必ずねダークプリンスであったりバルキリーとか、まあ、何かユニットで対応してくるんですよ。だからそこをマジックアチャーで射抜いていくっていう、まあ、シンプルなねデッキですね。で最初やっぱマジアチャで射抜くと、その後相手がやっぱマジアチャ警戒して無駄にこうユニット出してくれたりするので、まあ最初に射抜いたらそれからあとはね、マジアチャ始めに出さなければ結構エリアが取れたりだとか、まあ、するので、まあちょっと相手との駆け引きもしながらやっていきたいなと思います。さあよろしくお願いいたします。で回転がやっぱ早いので、もうファイスピウッドスケ、ゴブドリ、マジエチャとかその辺でもう無限に回して、まあ、無限に攻めてみたいなね、そんなイメージで。さあメガゴロイ最近いますね、メガゴロイ。さあマジエチャとこのファイスピの範囲とね、なんか位置を変えてこのマジックアーチャーで綺麗に射抜かせてあげるっていうのも大事ですね。このマジックアーチャーを出す位置でやっぱ射抜く角度が変わってくるんですけど、まあ、今みたいにユニットでね、後衛の位置をずらして角度をいじってあげるっていうのもまあ大事にはなってきますね。さあ豚とマジ、マザニクにねウッド当てていく。で今回ロイなので、まあ流行りのロイにはダークプリンスが入ってるので、今は多分ダックプリで受けられますね。まあダックプリで受けられるから、まあ1周目はね捨てのゴブドリで2周目ゴブドリ回すのもありですし、相手がねダークプリンスを裂いてくるまで待つっていうのもありですね。まあぶっちゃけどっちもいいですけど、まあ一旦待ちますか。丁寧に行くなら待って、相手が攻めすぎてきたところとかね、コストないだろっていうところで攻めるのもありですね。まあこういうところで攻めるのもありですよね。よいしょ。さあこれはうちのテスラくん、うわ待って、いいマザネクが来た。これマジで俺のマジアチャ次第なんですよね。いやでもウッドだけで、エレスピウッドかウッドだけで、うわめっちゃ綺麗に防衛されたな。いやこれ痛えからちょっと取り出たいます。いやマジか、今ゴブドリに攻めたらダックプリかなんかで防衛して攻めてこないと思ったんですよ。でまあロイと被ったのはいいんですけど、マザネク追加まで来たな。ゴブドリウッドだけ許容みたいなね、あれいい許容されちゃいましたね。あれいい判断だな相手の。さあちょっと気をつけて防衛からね、一回受けから行こう。ダックプリいると思うんですけど、さあ攻めてこようとしてますね。で相手ファイボクライトがちょっとわかんねえのか、いやいや嫌だけど、マザネク来んのかな。さあファイボですね。やっぱウッドいらねえな、間違いなくいらん。で僕はこれもう回転で押すしかないって感じですね、ぶっちゃけ。よいしょ。さあドリル、まあこれにはさすがにダックプリ使ってくるやろ。次ですね、僕の次のドリル回します。まあダックプリ用になんか出しちゃってもよかったんですけど、ここでこっちサイドダックプリ強要ですね。いやトリトンがこっち来ちゃったな。でこれは真ん中にテスラ置くと巻き込まれちゃうので、ファイボでこんな感じでね逆の位置に出すのもいい。で一応他のユニット出して多少カバーして、おいダメージが怖いぜ。でも今相手ダックプリ使ったね、これ射抜きたいね。さあ射抜く、今日まだ射抜けてなかったね。あー真ん中の位置のメガゴはマジでありがて、でかすぎる。いやートリトン引っ張るか。いやいいよ。でテスラ置いて、これを耐えれば俺の勝ちってことでしょ、ぶっちゃけ。いや耐えれねえなー正直。いやでも取れになるから取り寝で下げて、でウッド待って、よしよし、一旦は耐えた、一旦はね。でもこの豚が嫌だ。いやテスラ、いやいいね。いやーこのトリトンも美味しい。これ大丈夫やろ、一応スケいるか。さあ最後射抜いて終わらせましょうか。いやバレてるから、一回ちょっと落ち着こう一回ね、初めマジでとかしたらトリトンとか来てね、綺麗にかわされるんでね、すごい暇なので。ここでおしゃれにね防衛しながら、今のトルネでねダークプリンスとかも引っこ抜けたら熱かったんですけど、
よいしょ、トルネのダメージ入れつつ、あとは回転速いのでドリルで回して、でさあテスラを延命しながらトルネでダメージ与えて、いや一発 OK、 いやでけー、最後一発入ってなかったらもう無理やりここのねマジアチャで射抜くだけだったんですけど OK。 いや途中相手の攻めめっちゃうまかったな。あ、俺のゴブドリを無視して形を作るのを優先して大ダメージだったっていうか、ああいう攻めはねマジめっちゃうまい人みんなしてきますね。さあマジアチャでねもっともっと射抜きたいね。まあ、射抜きすぎると本当にワンパンされちゃうので、それだけはね気をつけて、マジでそのリスクですね。さあ初手ゴブドリいっちゃいましょう。念天小僧さん、あんま聞いたことないな。念天ってメガゴダク、あーロイ、ロイか、ロイじゃない、ロイもグラチャレだと多いのか。まあ、マルチも多いですよね。さあダークプリメガゴ、まあ、エリジャイとかアスケラとかの可能性も一応ないことはないけど、多分ロイっすよね。さあマザネク、まあ、ほぼ確定ロイっすよね。テスラ置くで、問題は相手がファイボ型なのかライトニング型っていうので、ライトだったらちょっとあんま気をつけなきゃね。いやこのトリトン厄介っすよね。でこれダメージ多少は受けるんですけど、もうしょうがないっすね。許容でカウンター狙っていきましょう。でこれにユニット出したら、いやこれマジアチャがね多分残ると思うんですよ僕。だからここにドリルでやってからの攻めトルネのコストがあればいいけど、多分やったらやりすぎになるから一旦我慢してウッドで道を変えて射抜きたい。よしよしよし、いやいいね。でもうちょっと射抜いてもらって、エレスピも使ったからこのファイスピもうざいでしょって。いやロイ2連チャンか。さあ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 、まあ、テスラを延命するのが大事ですね。テスラを延命する用のトルネードだったり、まあ、テスラ壊れた後の、まあ、トルネードで耐えるであったりだとか、まあ、とりあえずテスラトルネ、ここの2名がすごい重要になってくる。いやーこれ居抜きてー、いやマジ居抜くことしか考えないんですよね。もう居抜きすぎて、居抜きたすぎて、で真ん中ドリトンでテスラのターゲットって来てたんで、まあ、もう一個下に置いてもよかったかもしれないですね今回は。まあまあまあ、さあ何にファイボーとか打ってくるか。でこれロイが攻撃するぐらいのタイミングで、あライトニングでしたね。でもライトニングだったのでこのマジックアーチャーが結構生きるよねって話ですよね。さあこれねトルネードも使って攻めていきたいですよね。なので回します、回します。ダークプリンスこんにちは、でメガゴこんにちは。いやーこれですね、もうこれがしたいだけなんですよこのデッキってこれをしたい人専用のデッキですね。で今ダックプリサイター直後なんで回転でこれがね絶対ダメージ入ります。相手もこれ防衛めんどくさいですよね。いやでかいな。でテスラ置いて、あとはライトニング当たんない位置に、しっかりね分けて、多分この位置だとマジアチャとねテスラ両方がライトニングで行かれるはないと思うので、よし。で最後はもう一回マジアチャで射抜いてもいいけど、さすがにヤンキーっぽいので、いや、いけるな。いや、これ勝手に。さあ、こんにちは、メガゴくん。オーケー。いや、もうこれですね。したかった。したかっただけなんですけど、マジで楽しいですから、これ。やってください、皆さん。普段ね、ゴレクロにボコされてるから、ゴレクロやっぱボコしたいっすよね。さあ、よろしく、エトさん。いや、グールグル思い出すな。さあ、マスケで回して、初手ドリルもね、強いんですけど、一応ダックプリとかで守られると4アドになっちゃうので、ちょっと難しいっすよね。まあ、行くんですけどね。ブンブーン。ブンブーン。いや、いいね。さあ、ボンビーくん。ボン、うわ皆さん来ました。これは、まさか、ガレクロンではないでしょうか。いや、引いたぞ、俺。いや、ここで引くのがすげえよ、本当に。ガレクロ倒してえなって言って。これだってめっちゃチャンスじゃない？これもうドリルでやって、コウモリが来んのかな？コウモリ来たらトルネ使いてえな。いや、帰ってたな。ゴレが帰ってった。で、まあ、テスラと、スケとかねえからファイスピか？このテスラマジで、本当に大事なんで、絶対残してください。絶対残してください！はい。バルキリーの HP がもう半分以上削られるようが、バルキリーが溶かされるようが、このテスラが残るだけでゴレ守れるんで。
よしよし、マジでこのトルネマジェジャですね、ゴレクロはやっぱ矢の雨なので、あとしっかりプリンス系用のこのスケとファイスピールんですよね。今までのマジェジャドリルってバルキリーヤリゴブとかだったんですよ。でスケとかなくて、意外とプリンス系がなくてみたいなね、まあ、そんな感じだったんですけど、もう本当に現環境ゴレクロンをボコボコにしたいがために生まれたと言っても過言ではない。スケファイスピ高回転陸受けもね考えられた。さあゴーレクローンしてくんねえかな。あれ俺待って、ヘッポコ今取りにした、これやばいな。俺クローン来たらヘッポコ取りにしたっすよね今。なんか直線にして綺麗にみたいな、なんか俺の思い描いてたのとは全然違え感じになっちゃったんですけど、まあ、マジアチャ無双なことに間違いはないからね。さあ、ダクネに対してマジアチャ、もうマジアチャですね。マジアチャ3体ぐらい出したい。一応、ボンバー裂いてくれたらドリル飛ばしたいなと思ってるんですけど、で、プリンスの突進をね、防ぐことによって、このバルキリーがね、ダメ、結構長生きしてくれます。で、相手がボンバー使ったから、みたいなね。で、コウモリめんどくさいのでトルネードしてあげて、まあ、陸受け出してあげて。いや、いいね。いや、もうマジアチャ強すぎるの。これだってゴレクロ俺使ってたらほぼ格で勝てないと思いますね、これは。まあ、どうだろう。さっきみたいな、俺が変なトルネードか、相手がね、ああいうことしてくれるとあるかもしれないんですけど、ここも守ればいいですからね、ぶっちゃけ。よいしょ。さあ、いや、つえ、マジアチャがレベチすぎる。で、この範囲攻撃とファイスピとウッドでね、すべて溶かせるよね。俺ちょっと怖いけど、ヤナアメ使ったので、このマジアチャ延命してあげて、早く試合終わらせようぜって感じなんですけど、一応ボンバーで、あ、ボンバー咲いた。これいきます。もう、居抜き点で俺は。はい、抜かしてくれっていう。トルネでね、まとめると、ゴブドリのところにユニットが行くので、このマジックアーチャーが攻撃されないんですよね。っていうのもまあ強みですね、このデッキの。さあよろしく。いや、日本の方多いね。まあ、ファイスピ削り、何が嫌だかなこのデッキ。嫌って言われるとちょっとむずいですけど、バルーンとかに相性良さそうですし、本当にでも弱点めっちゃ少ないと思いますよ。まあ同系と同じゴブドリデッキが嫌だったりだとか、まあ、なんかはあると思うんですけど。エレジャイとかにバカ相性いいですからね。テスラあって、ゴブドリあって、マジアチャもきついから、エレジャイって。ファイボー。最初で何歳できたっけ、タルババとかだっけ、ちょっとわかんねえな。いや、初手ゴブドリ、あんまやりたくないな。さっきまでやってたんだけど。ファイスピも添えてダメージ稼いじゃおう。ランバーファイボー。アイゴレ？神技か。珍しいですよね。人気デッキだ。さあ、まあ、テスラ置いてから考えようか。ウッドで削りながら守って。いいね。まあ、ゴブドリ攻めまくればいい気もするし、僕の負け筋としては、相手のマジックアーチャーが一応ファイボとかがないから、相手のマジアーチャー無双、あとインドラ事故を気をつければ、まあ、いけるんじゃないの。あとはドリルで積極的に攻めるのも大事な気がする。まあ、ランバーって意外とゴブドリメタなので、ランバーで綺麗に受けられるんですけど、あとはタルババか。まあ、ある程度のダメージ入りますよね。さあ、どうせまあ、ファイブ打たれるしっていう。さあ、ウッドで、2発入っちゃうんだな。いて、次ランバーっすね。まあ、こっちのダメージ入る分限られてるんで、結構。相手のダメージ防いでいきたいね。だからドリルからのファイスピで、まあ一応稼ぎながら、あとはテスラしっかり置いて防いでいきたい。あとはマジックアーチャー、今居抜いてもよかったかもね。もう居抜くのがね、ファイブあるから、もうゴリゴリでいい。ゴリゴリ抜いてあげて。さあ、で、ここで、あれがラムが来たら、あれですね、ドリル使ってあげて。あれ、居抜くの入んのかな？いや、居抜くの入んの怖かったな。あ、待って、逆に俺が居抜かせてあげようとしてる？さ、このいらないトルネードとかね、今後気をつけていこう。で、ファイブあるから、まあ、マジアチに行かれるんだけど、
出さないのも良くないので出します。延命してあげて。さあ俺これマジアチ残ってるからな、ドリル飛ばしてインドのターゲット取りてえな。いやー取れたら最高だったけど取れねえか。いやー取れねえしてもいい気したけどな、負け筋でもあるんですよね。めちゃくちゃいいトレネーになる可能性もあれば、あまり良くないトレネードになる可能性もあったので、一回ね。で、このインドラがね、インドラがえぐい厄介なので。はいはい。やっぱ守るの大事っすね。僕の攻めやっぱあんま通んねえから。ランバー、タルババ。受けられるんでね。さあ、テスラと低めですね。U の突進させないようにと、まあ、マジアチであんま射抜かれたくないよねっていう。さあ、守りましょう。ファイボー。いや、俺の、この謎の、マジ謎の、バルキリー8枚。いや、マジ絶対いらないと思うんだよね。謎の8枚のね、あれ。これ、マジアチのターゲットも取りたい。で、ラム、釣れるやろ。あの子結構遠距離ガンガン行くから。いやいいね。いや耐えはするけど、問題俺削んなきゃ結構負けるかもしれないので、あんまり防衛防衛しないようにしていきたいですね。さあランバー咲いたから、さあマジアチはちょっと早めに引っこ抜いてあげて。いや、ドリルもっとダメージ入ってほしいな、俺。これマジアチ残ってるんで。来た。これや。俺がしたかったやつ。いや、これをずっと我慢してましたからね、僕。もうやりたくてやりたくてしょうがなかったんですけど、まあ、我慢してたからこそ、決まるよねっていう。で、しっかりテスラ置いてあげて、いや、いいね。いや、もう本当に我慢してよかったですね。最後に決まる。で、また最後マジアチャ。あ、一応これ防衛の構えだけして。オッケー。ちょっと危ないというか怖かったですけど。いや、我慢しましたね。一生、今取るで、したいなってこうあったんですけど、やっぱ待てばいつか来ますから、チャンスが。まあ、もし、今射抜くチャンスじゃないなってなっても、時間がなったら、まあ無理やりね、無理やりなんとかなるもんなので、まあチャンス待ちつつ、まあチャンスなかったら無理やりでね、行きましょう。さあ、よろしく。ペイトゥウィン。いや、強そう。ありがとう、よろしく。よろしく。ファイスピ。いや、真面目に負けるデッキ少なそうだな。古城ババ。ペッカとかかな。まあ、ペッカ、やあ、待って。やばいやばいやばい。これ、マジアチ来るかな。いや、一応マジアチ警戒だけして。うん、来ない。工場、ダクピか。ダクプリとなると、あれかもね。ちょっと違うかも。ペッカ工場じゃねえかも。普通に人気デッキって呼ばれる。これぶつけて突進なくさして。ポイズンだな。ダクプリポイズン。工場。なんだこれ。いや、マジで、マジでなんだこれ。いや、いい絵の。なんか古い、めっちゃ昔こんな感じのあったけど、いや、マジで超古いデッキかもしれない、これ相手。で、U の突進させないようにして、テスラをできるだけやっぱ延命したいよね。テスラ強いから。いや、もう工場神器って呼ばれる、まあ、工場だけで攻める系のやつかもしれないね。いや、ポイズンっすよ。このマザネク環境で。えぐくない？いや、ペッカあるんかい。なんやねん。さすがに、ただの普通のポイズン工場じゃ勝てないっすよね、今。これ、一回、じゃ攻めたかったんですけど、防衛入ろうかな。確実に。あの子やだな。ダクプリ。さ、ダクプリがやだ。いや、でもいい。いや、程よい許容。からの、うわー、うまい、それ。いや、でも、これはマジアチャが行ってしまえば、よいしょ。いや、一応8枚マジでちゃうから、警戒だけして。こっちサイドは攻めてこねえか。いや、いいね、いいね、いいね。いや、流れは全然良くて、あとはマジアチャー。
相手のあのマジめちゃめんどくさいっすね、マジで。さっきからディガーだったらディガーウッドとかで一瞬でやれるけど、ゴブ取りだからな。いやでもこれ見て、マジアチャの角度と、いやウッドで、え、なんでやらしてよそれ。テスラ、おい、で一応逆サイですね、ドリル警戒。あ、なんかユニットカウンターが嫌なんで。いやでもダメージ入るな、やっぱある、確定ぐらいでやっぱ入るからできやなそれ。さあテスラ置いて、これ回転早いので、ここのゴブドリがきついですよ相手絶対。いやスキーいらねえかこれ。いやいいね、いやいいね、居抜きてー。いやまだじゃねえ、今じゃねえ、今じゃねえ。いや美味しいこれ、もう全てが範囲でいかれる。いや、あ待って、やばい、あ飛んじゃった。いやでもこれ来ました、皆さん見たかったでしょう、マジアチャダブル。まあ俺がやりたかっただけでもある。ダークプリンス、ペッカ、犬かして、いやークロス。いやこれ2列入ってる、2列はえぐ、いやマジ2列の火力えぐくね。延命してあげて、ナイスー、やば、千何本ワンパンっすよいやマジで強い、バケモンっすね。はい、というわけで、いやマジバカ強いっす、マジアチャ。うん、犬気ができるようになれば、本当防衛の犬気もね大事になってくるので、まあそこを安定できるようになってくると勝率も上がると思いますので、ぜひねこのマジアチャゴブドリ皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。